砂漠惑星の創造図砂漠惑星は仮説上の惑星の種類である。地球上の厚い砂漠の環境が全面に広がっていると考えられ、このコンセプトは SF で、例えば1956年の映画、禁断の惑星や、フランク・ハーバートの小説、ドゥーン、映画、スター・ウォーズシリーズに登場する惑星タトゥイーン、ジオノーシス、ジャクーなどに取り入れられている。 2011年度の研究によると生命が存在可能なだけではなくむしろ地球のような惑星よりも一般的である可能性が高いと考えられているこの研究モデルでは地球のような惑星よりも砂漠惑星の方が広いハビタブルゾーンがあることを示しているまた同じ研究では金星が10億年前に砂漠惑星であったという可能性も示唆している将来的には 地球も太陽の活発化により砂漠惑星になるだろうと言われている。2013年に行われた研究調査では、暴走温室効果のない温暖な砂漠惑星は太陽のような恒星から0.5 a u 付近に存在すると結論付けられている。同時に大気中から二酸化炭素を削ぎ落とすために最低でも1%ほど湿度が必要だが、 逆に湿度が高すぎるとそれ自体が温室効果ガスになる可能性も示した。また、大気圧が高ければ高いほど水が液体でいられる。幅も広くなる。ありがとうございます。